スーパーかっこいい。皆さんどうもこんにちは、たかしです。今日はですよ、ワンピース一番くじヒストリーオブゾロリベンジ三千世界世界世界言っちゃいましたよ。器出ちゃったよ、こぼしすぎて。まあリベンジどうしようかなって悩んでたんですよ。実はちょっと今日、まあ、月曜日に撮ってるんですけど、まあジャンプ発売日だってことで、とりあえずジャンプ見に行こうと、セブンイレブンにね、まあ行ったんですよ、一軒目で。そのセブンイレブン行ったら1軒目ね、もう9時なかったですよ、全部。あ、もう全部終わったんだと思って、まあしょうがないねっつって、まあ、ジャンプ読んで、ワンピースもちろん読みましたよ。ないんだ、9時。なんかね、やっぱりね、そのわだかまりじゃないけどっていうのがやっぱあったんですよ。でセブン行ったら、まあ、9時があるもんだと思ったから、9時ないんだ、まあ、ジャンプ読んでんだけどね。9時やっぱやりたいなってなっちゃってまあ一応見てみようと思って、ちょっとまあ2軒目のセブン行ったんですよ。で2軒目のセブンついて、まあ、見たら、まあ、くじがあったんですよ。でそこでボード見たら、もうこの商品はなくなりました、この商品はなくなりました、もうこの商品はなくなりましたパレードなの、マジで。もう全部この商品なくなってて、なんで全然ないじゃん、 A 社も B 社も C 社もないじゃんと思って、その時、え、待って、ほとんど商品がない、ほとんど商品がないってことは、待って、ラストワン狙えるってなったんですよ。で、そんで、で店員さんに聞いたんですよ、僕。で、そこのセブン、商品が陳列してなくて、レジ裏に商品あるみたいな。で、くじだけあって、みたいな。で、店員さんに聞いたんですよ。あ、すいません、ワンピースのあのくじってあと何枚ありますか？ちょっと嫌な感じされて、忙しい時間で行ったら。夕方のね、みんな仕事帰りでコンビニ行く時間に行ったから、あ、ちょっと待ってください、みたいな。ああみたいな、そんな聞いてないで早く引けよみたいな、ちょっと顔されて、で店員さんがくじ持ってきて、で数えてくれたんですよ。1,2,3,4,5,6,7 枚ですね。7枚、え、7枚ってなったの。7枚。自分的に、まあ前回だって、あの6回引いて3600円も使ってるから、合わせて今回例えば全部7枚引いたら全部で何枚、13枚でしょ、7800円。いや、これワンピース一番くじ1回に7800円って、俺としてはないんですよ。あのワンピース好きな方としてはやっぱり、まあ普通なのかもしれないですけど、僕そんなかけたことないんで、本当にマジでみたいな。7枚、7枚、ちょっと考えますで、レジにわざわざ並んだのに何も買わず、一番くじの板の前で7枚、7枚って5分くらいマジ超バカ。店員さんからしたら、あいつ何してんのみたいな。ずっと板の前でこう、多分ね、リアルに5分くらい悩んでるから7枚、7枚。まあ、いろいろ考えたよ。と、誰かこの後2人ぐらい来て引いてくんないかなって思ったんですよ。まあ、でもその2人がね、まあ、全部引きますとか言っちゃったらさ、もう終わり、その時点で俺。そこで7枚ってなってるでしょ。いや、それだけはもう無理だと思って。どうしようどうしよう、どうしよう、7枚でしょ、7枚。どうしようどうしよう。本当に待とうか、どうしようどうしよう。どうしよう、引きましょう。でも、引いちゃいましたよ。ワンピース一番くじヒストリーオブゾロ。全部引いちゃいました。そしたらですよ、もちろんのこと全部引いたんで、ラストワン賞、待ちに待ったラストワン賞、 ABC 賞ずっと来なくて、僕 ABC ずっと欲しくて、エースの時からずっと欲しくてやってきて、ついに手に入りました。はい、ワンピース一番くじ、ついに私フィギュアをゲットしだしました。もう見てみましたってなっちゃうぐらい興奮しています。はい、ついに手に入れたのがこちらです。バン、ゾロフィギュアメタリックカラーバージョン、よっしゃやったよ、やったやった、もう超やったマジ超やった、ついに手に入った
超惜しかったんだもんなって。いや、やった、やっとです、やっと手に入れました。 C 賞以上、まあラスト1賞ですけど、やった、もうやばいっす。もうね、感動しすぎて、僕帰り道にもずっと We Are 歌ってました。あれってけど、夢は、かき集めちゃった、くじ全部。かき集めた、って言いながら。マジでね、いや、多分変人だったと思うんですけど。やったよ、ついにやりました。皆さん応援ありがとうございます。本当に。はい。でね、まあ、ラストワン賞は行く前に、まあ、7枚引いたんで、で、7枚が、まあ、何が当たったのか一応見ます。で、まあ、下から行きましょうね、下から。はい、まずね、一番下、こちらです。バン次賞、プレートコレクション。いや、まあまあ、被ってるけど、もうね、もう全然そんなね、うんうんうん感、もうなし、今回。ね、はい、で、まあ、次賞、4つ。7分の4に次賞した。次賞多いね、なんか。次全部ですか、前回俺3つだから、全部で7個でしょ。半分以上 G だから、ね。はい、で、次賞の次、こちらです。バンオブ賞、デザイングラス。しかも、全部おにぎり。俺前回もデザイングラス出ておにぎりだったんですよ。あのね、今うちにおにぎりのグラス3つあります。なんか遊びに来たらこれあげようと思います。はい、それでね、僕はね、これが残ってたのが超嬉しかった。こちらです。バン D 賞、メモリアルクッション。いやもう嬉しくて泣いちゃうもん。これ俺はもう二度と負けねえから、もう軽か海賊を。しししし、ない。いいシーン、超いいシーン。もうやばいね。いや、これ最高。実際ね、これなかったらちょっと悩みました。7回。はい、ではですね、最後ラストワン賞を開けたいと思います。もうやったよ。もう感動のあまりね、もう泣きそうでもやばい。すごいよ。いや、すっげえ、これマジで。わ、バンバンってなるね。パーツ。これバンってなるんだ。これバンってなるときに刀がバンってなる。ちょっと、あ、バン。さあ。うわあ。あれ、ほら、やっぱないじゃん。刀の絵がないじゃん。ほら、飛んでたよ、ほら。ちょっとね、どこ？ここの。つかがない、つかがない。なんで1個つかがない。つかがバーンって飛んでった。バーンって、マジでない。ほんまね、5分ぐらい探してる。なんで。ですね、1分ぐらい探しました。ゾロの刀のつかの部分、持つところ。暑いから上着も脱ぎました。メガネもよく見える方のメガネにしました。10分ぐらい探して、もう諦めてたところ、なんとここにありました。三大鬼徹の下にあったよ。もうそりゃねえわ、疲れちったよ、無駄に。でもね、さすがにちょっと自分のポンコツさに引きました。それでは皆さん、大変長らくお待たせいたしました。ワンピース一番くじヒストリーオブゾロラストワン賞、こちらです。スーパーかっこいい。やばいですよこれ。はい、もうね、直接見ていただいた方がいいと思ったんで、もうこう、僕とかも映さなくていいと思ったんで、もう撮っちゃってます。超かっこいい。なんじゃこりゃ。あ、ゾロだ。なんじゃこれ、それゾロだ。で、ここにね、ロロノワゾロ書いてます。スーパーかっこいい。いや、すごいね、やっぱり。これ、A 賞と同じなんですよね。A 賞と同じで、仲間がですね、これ、メタリックバージョンですね。半端ねえ。半端ねえぞこりゃ。この気迫、ディティールがすごい。かーやったよ、神様、神様ありがとう。はい、ついにラストワン賞、やっとフィギュアものゲットしました。でね、前回 F とか G とかは、まあ、開けてるんで、今回初めて当たった D 賞も開けたいと思います。いや、最高、最高です。でね、これ表はこの「もう二度と負けねえから」って言ってるゾロの絵で、裏がですね、バン、セリフなんですよこれ。
もう超いい。ロッカーやっぱね、ロッカー熱いんだよね。いやこれもやっぱ熱いっすよ。俺はもう二度と負けねえから、あいつに勝って大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか海賊を。やったー、これも惜しかった、これも惜しかったです。はい、ワンピース一番くじヒストリーオブゾロ引いてみたリベンジでした。やりましたよ、ラストワンショー。はい、でね、僕あの前回も、パート1ってことで一回引いてますので、そちらの動画良ければ、じゃあね、こちらに上げておきますので、これもぜひぜひ見てみてください。はい、で僕ワンピース本当大好きなので、まあ、ぜひぜひ、ワンピース大好きな方と一緒に盛り上がれればなと思います。はい、で僕ツイッターやってますので、ぜひぜひフォローお願いします。はい、評価コメントシェアしていただけると非常に喜びます、お願いします。はい、でチャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、でですね、次回も一番くじあるらしいんです。はい、ワンピース一番くじエモーショナルエピソードドラム王国、一応2月の下旬発売予定ってことなので、まあ、もうちょっとしたら始まると思うので、それもちょっとチャレンジしたいと思います。はい、ではまた動画見てください。明日も頑張っていきましょうぜ。じゃあね、バイバイ、たかしでした。やったよ、かっこいいよ。そう、登録ボタンを、そう、と、そう、登録ボタン、そう、うん、そう、登録と、そう、と、そう、登録ボタン、そう、登録と、うん、うん、登録。